カムロです。女の子がハマってしまう、中毒になる、振り回される、そんな沼のようなクズ男の恋愛戦略の一部を掘り下げていきます。ちなみにクズ男になって遊びまくりたい人はこれをそのまま実践してもらって、クズ男になりたくはないけどモテたい、好きな人を振り向かせたいという人はエッセンスを抜き取って自分に合わせて吸収してもらえればと思います。それでは早速見ていきましょう。まず人が何かにハマってしまったり中毒になってしまったりする要素の一つが振り幅です。細かい振り幅の種類や作り方については後半で見ていきますが、この振り幅が大きいほど人はハマり中毒になり対象に振り回されるようになります。仕事に中毒になる人はどのような仕事をしているかというと、例えば大きな緊張と緩和がある、重大なプロジェクトや大きなお金を動かす仕事などでの緊張と緩和の振り幅が大きい、あるいは不安と安心、自営で収入がなくなる不安や減る不安がある、しかし働けばその分収入などを確保できて安心できる、苦労からの達成、達成するまでの苦労がめちゃくちゃ大きいが達成した時の喜びや気持ちよさが半端ない。このように振り幅が大きいほど刺激的に感じたり脳内物質がドバドバ分泌され中毒になりやすいわけです。ギャンブルや投機なども同様、損失と利益が大きいほどハマりやすいし、価格の乱高下が激しい相場ほど中毒になりやすい。実際に僕自身も過去に FX にハマり散らかし倒していましたが、特にトランプショックやギリシャ危機の真っ只中のスキャルピングなどは脳内物質ドバドバ状態でした。こんな感じで振り幅が大きいほど刺激的に感じハマってしまい中毒になり振り回される、これが振り幅の魔法です。そして振り幅と同じようにもう一つ重要な要素があります。それが不確実性です。この不確実性が何かにハマってしまったり中毒になってしまう時の鍵となっています。例えば心理学者のマイケル・ゼイラーが鳩を使って行った実験では、まず鳩がボタンをつついて押すと餌が出る装置を使い、ボタンを押すと必ず餌が出るパターンとランダムに出る時と出ない時があるパターンを作りました。すると餌が出る確率が 100% ではなく 20% にした時の方が、鳩はギャンブラーのようにボタンを猛烈につつきまくることが確認されました。ただし餌が出る確率を 0% にすると全くつつかなくなった。結果必ず餌が出る場合に比べてランダムに餌が出たり出なかったりするパターンの方がボタンをつつく回数が2倍も多くなったんです。そして鳩の脳で放出されるドーパミンの量もはるかに多くなることが確認されました。また BF スキナーが行った実験でも同じようなことが確認されています。実験では次の4つの条件を設定し、ラットが最もレバーを押し下げるようになるのはどの条件かを調べました。条件1、レバーの押し下げに関係なく一定間隔で餌が出る。条件2、レバーの押し下げに関係なく不定期間隔で餌が出る。条件3、レバーを押すと必ず餌が出る。条件4、レバーを押すと不確実に餌が出る。この4条件でレバーの押し下げの回数がどう変わるかを確認した結果、4、3、2、1の順番で押し下げの回数が下がりました。ここで肝となるのは、条件3の必ず餌が出るパターンよりも条件4の不確実に餌が出る方がラットは一生懸命レバーの押し下げをするようになったというところです。つまり報酬が必ず与えられると分かっている時よりも不確実に与えられる時の方が相手はそれをより求め行動が強化されるというわけです。また過去動画で詳しく話していますが、心理学者のダニエル・キルバートの実験によれば、女性に男性があなたのFacebook ページを見てどのくらい魅力的かを採点してもらいましたと伝え、男性が女性に評価した内容として、あなたのことが好きです、あなたのことを好きか嫌いか分かりません、何とも思ってないの3つをそれぞれ提示したところ、あなたのことを好きか嫌いか分かりませんと評価した男性が女性から最も魅力的に見られ、何とも思ってないは一番魅力度が低く評価されたことが確認されています。つまり自分のことを好きかどうか分からない不安感や不確実性がある方が魅力度が高く評価されたんです。このように狂ったように対象を求めるようになり、魅力度まで引き上げてしまうのが不確実性の魔法です。さらに先ほど挙げた仕事やギャンブルなどの中毒も振り幅に加え、成功や失敗、勝ち負け、損得の不確実性が高いほどハマってしまいます。この振り幅かける不確実性によって人はハマり中毒になり振り回されるというわけです。それではここから先に述べたように振り幅や不確実性にも種類があるので、それぞれ見ていきながら恋愛への応用へ落とし込んでいきます。まず1つ目、ネガティブ感情とポジティブ感情の振り幅。これは例えば不安と安心、悲しいと嬉しい、辛いと幸せ、癒しと興奮、苦と楽、緊張と緩和などなど、過去動画でいい人止まりで終わってしまう人の特徴として、当たり障りがなく影響を与えることがなく、相手が感情を動かされないような人は刺激がなくつまらない人だと感じられ、いい人止まりで終わってしまうみたいな話をしました。で、今回はその逆です。いい人止まりの人は1から3くらいまでの感情しか動かせないのに対し、いい人止まらない男はマイナス3からプラス5ぐらいまで感情を動かせる。後者の方が圧倒的に女の子に影響を与える存在であり、刺激も感じられ当たり障りのある男であるというわけです。こんな感じでマイナスの感情を与えることが多かったとしても、相手の感情を動かし影響を与えられるという点で言えば、そっちの方が価値が高い男であるというわけです。実際にムカつくことが多い、傷つけられることが多い、不安にさせられることが多い、そんな男に女の子はなんだかんだで惚れやすかったりハマっていったりします。逆に悪いところが全然なく、すごくいい人だったとしても刺激がなくつまらないと感じられ離れていき、結局クズ男のところに行ってしまうということもあるあるです。ではなぜクズ男がこの感情の揺さぶりがうま
まいのかというと、クズ男だからです。女の子を不安にさせることも、悲しませることも、傷つけることも多い。でも、喜ばせるのもうまいし、サプライズやロマンチックなことも、キザなことも平気でできる。つまらないいい人以上に、ネガティブな感情にさせるし、つまらないいい人以上に、ポジティブな感情にもさせる。相手をただいい気分にさせることよりも、相手の感情の振り幅を大きくすることが、ハマらせるコツだということを、無意識に理解して実践しているため、ハマられる。ネガティブな感情は、ポジティブな感情をより強烈に感じさせるためのスパイスであるというわけです。二つ目、イメージと現実の振り幅。これはいわゆるギャップですね。例えば、いい人が自分のために一生懸命何かをしてくれたとしても、やっぱいい人だわ、あざまるくらいでとどまりますが、クズ男くんが自分のために一生懸命何かをしてくれたら、あんなクズのクズ男くんが私のために嘘でしょ、明日は雪が降るわ、と喜びに感動が掛け算される。イメージ的にはこんな感じです。詳しくはこの動画で話しましたが、ゲインロス効果です。ゲインロス効果とは、プラスとマイナスの変化量が大きいほど、人の心に影響を与える度合いが大きくなる効果。で、最初にマイナスの印象を与え、その後にプラスの印象を与えた方が、より良い印象を抱かせることができます。実際に心理学者のエリオット・アロンソンの実験でもこれが示されています。実験では80人の女性に次の4タイプの男性と会話をしてもらい、男性に対してどれほど好意を抱いたかを調べました。で、男性のタイプは、終始感じがいい、優しい人、最初は優しかったのに突然冷たくなる人、冷たそうに見えて実は心温かい人、とにかく怒りっぽい人。パッと見た感じ、1の終始感じがいい、優しい人が最も好感を持たれそうですが、結果は3の冷たそうに見えて実は心温かい人が一番評価の点数が高く好印象だったんです。これがまさにゲインロス効果で、最初に冷たい印象を見せてからの実は心温かい人という面を見たことによって印象が一気に良くなったというわけです。こんな感じでツンツンしているイメージからの出れ、完璧そうな人の人間味ある弱点、怖そうな人がめっちゃ優しい、チャラそうな人の真面目な一面などなど、逆にいい人つまらない人は意外性がなく一定だったりします。まさに先に述べた実験の終始感じがいい優しい人、それだとなかなかハマられない。イメージと現実のギャップが大きいほど奥深さを感じられ、好奇心も刺激され、もっと知りたいと感じられやすくなります。そして追いかけたくなり、ハマってしまいやすくなるというわけです。3つ目、理性と本能の振り幅。理性と本能の振り幅とは何かというと、理性ではダメだ、でも本能では求めてしまうという振り幅のことです。クズ男はまさにこれです。当然理性ではダメだとなりやすい、なぜならクズ男だから。でも実は本能では強烈に求めてしまう、なぜならクズ男だから。クズ男は女癖が悪い、つまり遺伝子を拡散する能力が高い、計画的に行動を進めるよりも衝動的に行動することの方が多い、つまりリスクを恐れず行動する瞬発力がある、自己中心的、つまりリーダーシップがあるなどのように、メスの本能が求めてしまうような要素を実は持っているから。で、このように理性と本能の振り幅が大きいとどうなるかというと、ご存知カリギュラ効果が働きます。カリギュラ効果についてはこの動画で話していますが、禁止されればされるほどその対象を求めてしまうという心理現象です。つまり理性で禁止し、本能で求めてしまう状態になると、理性の禁止が油となり、本能の欲求が燃え上がってしまうというわけです。またこれはクズ男に限らずとも、すでにパートナーがいるとか、悪そうな雰囲気、危険そうな雰囲気、女慣れしすぎているなども理性と本能の振り幅を作りやすい要素でもあります。4つ目、緊張と緩和の振り幅。この緊張と緩和は笑いなどでもよく使われます。例えば振りで緊張状態を作り、オチで緩和することによって笑いが起きる。ガキ使の笑ってはいけないや、テベコンの誰々で笑ったら即芸人引退なども、前提として緊張状態が土台となるため、緩和の笑いが起こりやすくなります。これと同様に、先ほど挙げたような、すでにパートナーがいるとか、悪そうな雰囲気、危険そうな雰囲気、女慣れしすぎているという男は土台として、相手は緊張状態になりやすくなります。その上で優しくしたり、自分を守ってくれたり、また会う約束ができたりすると、それだけで緊張からの緩和になる。このドキドキ感がハマってしまう原因になるわけです。逆にいい人は緊張を感じづらい、なぜならいい人だから、常に緩和状態のようになってしまっているというわけです。このように自分自身の雰囲気や振る舞いで緊張と緩和を演出することもできますが、テクニックとして会話の中で緊張と緩和を作り出すことができます。例えば嘘、てかここのお店お化け出るって知ってる、嘘という感じで嘘お化け話で信じ込ませていって、相手の緊張が高まったところで、まあ嘘なんだけどねって緩和、あるいは大げさな振り、てか言いづらくてずっと言えなかったことあるんだけどさ、と重大なことを告げるような雰囲気を出して、相手がどうしたのと身構えたところで、ゴミついてるよと、実は超絶くだらないことだったという緩和、または脅かし、ちょっと怖めな雰囲気のところでわっと驚かせ、緊張マックスからの、もうなんなん、ごめんごめん、おっさんみたいな声出すねという緩和、というように緊張と緩和を演出することができます。というわけで、振り幅と不確実性によってハマらせる、中毒にさせる、振り回す男になるお話でしたが、これをさらに依存などに結びつける方法についてはこちらの動画で詳しく話しているので、興味がある方おすすめです。こんな感じでハマってしまう要因でしたが、ハマられる人とハマられない人の違いは、自分軸×攻めか他人軸×守りかの違いにあります。自分軸×攻めがハマられる人で、他人軸×守りがハマられない人。ハマられない人は、相手に負担がかからないように、迷惑がかからないようになどを考えすぎて、いい人ゆえに当たり障りのない人になってしまう。他人軸なので、相手に合わせる形
形になってしまう。守りに関しても相手からマイナスポイントを食らわないようにすることを優先した行動ばかりになってしまったり、自分の悪い部分を見せないようにしたりして振り幅がなくなってしまう。恋愛ではいい行いを言って積み重ねるよりも振り幅の大きさの方が加点ポイントはでかいんだぜというお話でした。参考にしてみてください。イケメンでもないのにモテる男、常に彼女が途切れない男が絶対にやっていること、逆にイケメンでもこれができないとなし判定されてしまうこと、それは何かというと推しです。これまあ重要。女の子は意識的にも無意識的にもこの推しができるかどうかを敏感に察知しありなし判定します。テストを仕掛けてくることもあります。ここで推すことができないと推す認定されず推しになれない惜しい人で終わってしまう。とはいえ推しが大事なんやと息巻いてたら実はただのしつこさになってしまっていて嫌悪されたり拒絶されたりしてしまうリスクもあります。今回はそんなところも含めて女の子にいいなと思われる推しについて掘り下げていきます。それでは早速見ていきましょう。